はい、皆さんこんにちは。ミーの占いと心理学の世界へようこそ。はい、今回はですね、リクエスト占いになります。キンプリ永瀬廉くんの日々連連での発言のシーンを占っていきたいと思います。はい、これですね、日々連連というのはですね、蓮くんが持ってる連載記事らしいんですけれども、そこでのねご発言が気になるという方がいらっしゃいましたんで、今回はですねそこについて占っていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。ではですね、占いに入る前にお知らせだけねしていきたいと思います。私ミーはですね、オリジナル占い再生戦術で日々ですね占いをさせてもらっております。インスタ動画の概要欄で簡単なタイプ図診断ができますので、気になる方はチェックしてあげてください。占い個人鑑定、お悩みカウンセリングも行っております。今ですねキャンペーンも行っておりますので、もしよろしければ動画の概要欄のリンクからですね詳細ご覧ください。あとですね、ニコニコ動画のチャンネルもやっております。そちらもですねよろしければフォローの方お願いいたします。さて、では占っていこうかなというふうに思うんですけれども、まずですね、このもらいましたリクエストがですね相当長い文章なんで、ちょっとね書ききれなかったんですよね。ですので、今回ですね原文の方を読み上げさせてもらいたいと思いますんで、まずそれね、はい、読ませてもらってから占っていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。ではですね、お話ししていきたいと思うんですけれども、はい、キンプリの症例について占いお願いいたします。1、レン君は日々連連という連載記事を持っています。そこでの発言が気になります。はい、じゃあここからねレン君の言葉になるんだけれども、センターである章は章にしかわからない重圧や葛藤も大きかったんじゃないかな。だけどやっぱり章はセンターが似合う人なんだよね。生まれ持った才能的な部分もあるけど、さらにそこに本人の努力も加わっているから、改めて章はすごい人、奇跡のような存在だよ、と、長いので全文は載せれませんが、と書いてあるので、まあここまでが、レン君の言葉なのかな。うん。と、長いので全文は載せれませんが、この前から平野について、まあ章君ですよね、いろいろと話しています。レン君が平野に対してこんな風に語ることはほとんどありませんし、全くないと言っても過言ではなかったので、喜んでいる人もいますが、不審に思っている人も多いです。そこで質問なのですが、この発言は1、不仲説が騒がれているので、払拭のために自ら言った。2、事務所に言わされた。3、事務所からの命令で、レン君は嫌ってないけど、平野が永瀬を嫌ってという図式を作りたいのか、この説が一番言われています。閉じるっていう感じかな。で、次です。4、レン君の本心。5、その他。というお話でございます。ですので、この、もう一回読み上げますけれども、センターである章は章にしかわからない重圧や葛藤も大きかったんじゃないかな。だけどやっぱり昭和センターが似合う人なんだよね。生まれ持った才能的な部分もあるけど、さらにそこに本人の努力も加わっているから、改めて昭和すごい人、奇跡のような存在だよっていう部分の、真意ですよね。本意、真意を占っていきたいというふうに思いますね。で、この方が挙げてくださってる、なんていうのかな、可能性はこの5つになります。はい、不仲説が騒がれているので払拭のために自ら言った。はい、で2、事務所に言わされた。3、事務所からの命令で、レン君は嫌ってないけど平野が永瀬を嫌ってという図式を作りたいのか。4、レン君の本心。5、その他っていうところでいきたいんですけれども、多分ね、2と3は同じ感じかな。どちらにしても事務所に言わされてるから、ここは同じというふうに見ていきたいというふうに思うんですけれども、そうだね。じゃあこちらのですね、合わせて、1、2、3、4か。その他はね、どうなるかわかんないから、とりあえず置いとくんだけれども、はい、この3つの項目ね、ここと、ここと、ここ。
について占っていきたいと思います。はい、ではですね、まず不仲説が騒がれているので払拭のために自ら言った、これをですね占っていきたいというふうに思うんだけれども、そうだね、イエスノーで占っていきます。ですので、まあいいカードが出たらイエスっていう感じかな、今回の場合は。はい、ですのでそちら占っていきたいと思います。ではですね、カードの方を展開していきたいと思います。よいしょ。まあね、翔くんと蓮くんはね、いろいろあったからね、昔ね。まあそれにしてもですね、この日々連連っていう、連載記事私も知らなかったんだけれども、まあそこで翔くんのことをいきなり語り出したってことは、まあ何かしらあるんじゃないかってことをね、考える人がいても確かにおかしくないと思うので、まあそこら辺ね、見ていきたいっていうふうに思うんだけれども、まあそうだよね。難しいよね。まあまずその不仲説ってものがやっぱりあるから、前ね不仲説占わせてもらったこともあるんだけれども、まあそれを払拭したいから言ったのか、それをねちょっと見ていきたいと思います。まあね、二人ともねすごいね、あのパワーがあるからね、パワーっていうか才能がね、才能があるから、確かにね、あの才能のある二人がね同じキンプリにいたら、そりゃぶつかるよね、っていうふうに思いますよね。で、一時期なんかあれですよね。レン君が翔君に、なんかちょっと思うところがあって、喋れなかったっていう時期もあった。レン君と翔君の不遇時代っていうのもあったっていうふうにね、ジュニア時代、あったよってことを聞いたこともあったんですが、コメント欄でね、教えてもらって。私もね、そんなにね、こう、キンプリね、好きなんだけれども、長い間好きだったわけじゃないから、ほんとね、にわかなんですよ。ですので、もうほんと申し訳ない。あのね、至らない部分も多いので、申し訳ないところあるんだけれども、じゃあまずね、そこね、一番の部分。不仲説が騒がれているので、払拭のために自ら言ったのか、その可能性見ていきたいと思います。よいしょ、よいしょ、よいしょ、しょ。はい、ではリーディングしていきたいんだけれども、全部逆向いてるね。だしいい意味のものがほとんどないから、これはないんじゃないかな、一番に関しては。ですので不仲説払拭のためにレン君が自ら言いに行ったっていうのはないのかなっていうふうに思いますね。よいしょ、血を書いとこ。これは結構強めの脳が出てました。違うかな。はい、じゃあ次ですね、事務所に言わされた、まあ、つまりですね、事務所からの命令で、レン君は嫌ってないけど、平野が永瀬を嫌ってという図式を作りたいのか、それをですね、見ていきたいと思います。で、これは、そうだね、事務所に無理やり言わされたっていう感じだから、まあ一緒でいいか。あ、ごめんね、揺れちゃった。ちょっと、揺れが止まるまで待ちましょう。これも同じように、いいカードが出たらイエスっていう感じで見ていきたいと思います。よいしょ。
はい、ではリーディングしていきたいんだけれども、そうだね、微妙なところだけど、でも1番よりは全然可能性があるかな。うん、ワンドのエースが出てて、これがやる気を持ってやらせるって意味があったりであるとか、ペンタクルの9、実力のある女性がやらせるっていう意味があるので、まあ、うん、女性ってことを考えるのであれば彼女っていう風に考えることもできるから、ちょっとね、これはね、可能性ありかなっていう風に思います。ですので強めのイエスではないけれども、まあイエスくらい、三角くらいかな、イエス寄りの三角っていう感じかなっていう風に思いますね。ですので、よいしょ、そうだね、どう書こうかな。まあ丸でいいかな、丸はてなくらいにしておきましょうか。はい、じゃあ次ですね、レン君の本心なのか、それをですね見ていきたいというふうに思いますね。レン君が本当に翔君のことをそういうふうに思って言ってる可能性ももちろんありますので、そこね見ていきたいというふうに思います。これもいいカードが出たらイエスっていう感じで見ていくね。ねえ、でもね、もし本当に言わされてるとしたら、あの事務所怖すぎますよね。なんか、ありえそうで怖いんだよな。しかも、ペンタクルの9が出たでしょ。で、クイーンじゃないからそこまで、なんていうのかな、こう、露骨なわけじゃないんだけれども、やっぱり力のある女性っていう意味があるから、ちょっとそういう香りがしたんだけどね。はい、では見ていきましょう。はい、ではリーディングしていきたいんだけれども、タワーが出たか、タワーが出た。なるほどね。あのね、まずね、レン君が 100% 本心であれを言ってるっていうことは、カードちゃんが言うにはないのかなっていう感じがありますね。ただこれね、タワーのカード、聖典の霹靂って意味があったりであるとか、ワンドの8、これがね、いきなりこう、なんていうの?変わっていく、状況がどんどん変わっていくとか、そういった意味があるから、基本的に言わされてはいるんだけれども、でもその中にはちょっとレン君の本心も混ざってる、そういう感じがあるのかなっていうふうに思いますね。ですので、なんていうのかな、ちょっと、と混ざってるっていう感じかな。ですので、なんて書いたらいいんだろう、永瀬を嫌ってという図式を作りたい、基本的にはこれが可能性としては高いんだけれども、まあレン君の本心も混ざってるっていう感じかな。で、その他も一応見ていこうか、他の理由もあるのか、それをですね、タロットちゃんの方に聞いていきたいと思います。まあ、他の理由って言ってもね、なかなかね思いつかないんだけど、なんか他の理由があったりなんかするのかな。まあそういう理由はね、何かわからないけれども、他のね、意味合いがあったりするのかって部分もタロットちゃんの方に一応ね、聞いていきたいというふうに思います。どうしよう、これがめちゃくちゃ強かったら。今のところ、事務所に言わされてる感じが強い。だけれども。よいしょ。
応見てみたけどないかな。うん、ないね。だからまああくまで占いでございますけれども、よいしょ、ここはなさそう。だから、まあ有力なのはこの3かな。丸3に、丸4がちょっと混ざってる。そういう感じが強いのかなっていうふうにタロットちゃんからの回答では返ってきました。はい。ではですね、1個目の質問に対しては以上でございます。では次ね、2個目、メンバーカラーの、質問について占っていきたいというふうに思うんですが、これもですね、原文がございますので、ちょっと読み上げさせてもらいたいと思います。ちょっとパソコン出すね。よいしょ。はい。じゃあ読んでいくんだけれども、2番、ジュニア時代、ミスターキングのセンターはレン君でした。メンバーカラーも赤はレン君でしたが、デビュー時に平野がセンターになり、メンカラーも平野が赤、レン君は黒に変更になりました。私たち長瀬さんは納得がいかない変更だったのですが、レン君は納得していますか？ちなみにですが、この変更は平野の希望やジャニーさんの方針も含まれていますと。なるほど。メンバーカラー大事だよね。やっぱりね、赤っていうのはね、一番ね、やっぱりね、意味があるのよ。で、それがミスターキングから変更になったってことはやっぱりですね、いろんなね、気持ちが混ざってる可能性もあると思うんだけれども、レン君はそれに納得してるのか、それをですね、今現在の状態ね、見ていきたいというふうに思います。じゃあこれもですね、同じ感じですね。いいカードが出ればイエス、悪いカードが出ればノっていう感じで見ていきたいというふうに思います。でも知らなかった。私、ジュニア時代から、その、なんていうの？追っかけてたわけじゃないから、ほんと最近なんで、去年の5月とかかな？ 5、6月とかからなんで、全然知らなかったんだけど。よいしょ。本当に永瀬くんは納得してるのか、それをですね、タロットちゃんの方に聞いていきたいと思います。はい。ではリーディングしていきたいと思うんだけれども、そうだね。これは結構はっきり出たなっていうふうに思うんだけれども、正直ね、正直、やっぱりそうなっちゃうんだっていうか、失望感というか、なんていうのかな、悲しいって気持ちはある。正直ね。なんだけれども、その上に、すごいね、希望に溢れたカードがいっぱい出てるんですよね。スター、まさに希望っていう意味のカードがあったりであるとか、ペンタクルの4、自分の地位を守るっていう意味があったりであるとか、ペンタクルないと地道に頑張るっていう意味もあるので、正直やっぱり、悔しいし、失望感もあるんだけれども、でも、希望の方が大きい、納得の方が大きい、やっぱりそうなるよね、みたいな納得感の方が大きいから、まあ、これで行くのであれば、この話はね、まあ、大まかに言うとよ、もちろん失望感もあるけれども、大まかに言うと納得している、そういう感じが強いのかな、っていうふうに思いますね。ですので、もう全然今でも、もうなんでなんだよ、そんなことなんか信じられないよ、とは思ってない。ちゃんと納得した上でそうなってるっていう感じが出てるのかなっていうふうに思いますね。ですので、よいしょ。こちらの問いには丸をつけたいと思います。はい、ではですね、今回のリクエストへのお答えは以上でございます。永瀬廉くん頑張ってください。めちゃくちゃ応援しております。はい、今回のお話以上でございます。ぜひ参考にしてみてください。もしよろしければチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いいたします。あとですね、見たいよって占いとございましたらコメント欄の方に書いてください。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。